ジェナ・マローンはアメリカ合衆国の女優。ネバダ州、スパークスで生まれ、タホ湖の近くで育つ。子供の頃は各地を転々とし、母親と母親のガールフレンドに育てられた。その後ラスベガスを経て、ロサンゼルスに移住。1996年に女優のアンジェリカ・ヒューストンが監督を務めた冷たい一瞬を抱いてで映画デビュー。同作品でママ父に虐待される少女を演じてヤングアーティスト賞女優賞を受賞。その後も順調にキャリアを重ねるが母親が彼女の稼いだお金を浪費してしまったため1999年に裁判を起こして翌年には母親が彼女の財産とキャリアに干渉できないようにした。2006年にはダウト疑いをめぐる寓話でブロードウェイデビューを果たす。2016年男児を出産。2004年3月のラブライン出演時の発言 http://www.fineldieartics.com/p/articles/miem1285 伊豆232i8345万567 ピコグラムにハンガーゲーム、ジェナ・マローン、男児を出産、ライブドアニュース。ありがとうございます。